さあ、続いてのコーナーはうわあびっくりしたブラーザー何 <laughs> だよブラーザーってどういうことなんでえー、皆さんがびっくりしてしまったことを募集しております700700 700? ラジオネーム700太、うん、田さん田中さんこんばんは、はい、初めてメールさせていただきますはいえー、現在私は研修のためスイスに滞在中ですがええ 現地で見たスイスの国営テレビででのびっくりした話です、うん、こちらのニュースでは内戦や事故による死体やあ重傷者の血まみれの、うん、映像を流すことが多いのですがへ<ー>こちら、えー、いつもはそういう悲惨な映像を流す際には、うん、ニュースキャスターが今から流す映像はショッキングな場面があるので気の弱い方は気をつけてくださいはい。 と一言警告してくれるので、うん、私は少し画面から離れて見るようにしていました。うんうん、5月のある日の夕食後、いつものように午後7時半のニュースを見ていると、うんうん、ジプシーの集団が立ち去った後は散らかし放題という話題。うんうん、<laughs> ジプシーたちは通常、 キャンピングカーでヨーロッパ各地を点々と移動している人たちです。うん、私有地に勝手に入り込んでキャンプをして住民とトラブルを起こすこともあり、うん、年に何回かはニュースで取り上げられるのですが、うん、今回はある村がジプシーのキャラバン隊に滞在を許可したところ数日後、うん、彼らが立ち去った後は、うん、ゴミの山が残されたとのこと。画面には、 ゴミを片付ける村の人たちの映像。うん、と、わあ、びっくり、うん、寄っていったカメラがドアップで捉えたのは、うん、人間のうんこ。え<ー>。そして使用済みのトイレットペーパー。はあ<ー>。またまたうんこのドアップ。うん、ゴロンゴロンとあちこちに散らばるうんこたちの映像。<ー>です。村の人たちが片付けているのは、ジプシーたちの残した、 排泄物だったんです。すげえな、テレビで映すんだね。この映像、日本だったら、放送事故って言うんじゃないんでしょうかうん。お食事、時にこんな、う,ん、うん、もんが、流しで、うん、流して、うん、いいんでしょうかね日本じゃ考えられないね、これはね。うん。どう考えてもショッキングな映像なのに、うん、どうしてニュースキャスターは一言、うん 警告してくれる <laughs>、まあ。ある意味、これはまたちょっとね。そして数日前のニュースで、うん、またまたびっくり、うん、その日のトップニュースは、カラシニコフを持った数人の男たちが、うん、スイスの刑務所を襲撃し、不景気中の国際強盗団ピンクパンサーのメンバーの囚人2名を助け出すという大事件、うんうん、ニュースの最後の脱獄衆の2名の顔写真を見てみびっくり、うん、なんと、 モザイクがかかっていたんだよ。これじゃ視聴者が目撃情報を寄せることもできません。うん。なんだ刑が確定して不撃中で、しかも脱、脱獄した囚人の写真にモザイクって。ねえ。どういうことほんと意味わかんないね国によって文化も習慣も違います。うん。でも、うんこはドアップで。うん。脱獄囚にはモザイクって。いや、確かに。いうこの国のテレビ局の。放送行動。ほんとだ。全く理解できない。 っていうか、え、脱獄臭はさ、何でも財布イ,、ね、イバるのそれも脱獄臭でしょ、だって、うんこにプライバシーはないんですかいやいや、ですプライバシー。プライバシーとかじゃなくて、ね、やっぱそれはさ、それこそ食事時とかさ、ま、うん、普通さ、まあ、普通っていうか、それはまあど,こどっちが普通はかかんない、日本ではもうありえないですよね、うん、犬のうんこだってまず映さないですよ、そりゃ。そうですね、うん パンダのセックスはまあまあね。それはありますけどね。あれ、放送事故ってよく、なんか最近素人が言うんだけどさ。うん。あの。そう、違う。全然違う。全然違う。あの。放送事故っていうのはね。なんか俺もたまにそういうネット上とか、その、なんていうの ?YouTube みたいで。予定外のことをやったら放送事故。放送事故ってね、あれね、全然違うんですよね。放送事故ってちょっと。テクニカルの機材トラブルとか、 あるいはまあ確かに一般の素人の人がね何かで飛び込んできちゃってどんどんあるけどもあのお笑いとかバラエティーでちょっとすげえ発言したからって放送事故でもなんでもないからめったに起きませんから起きないんだよラジオネームさくらえび太郎昨日来てましてねあの野球部にもねあっそうですねえこいつだっけ日曜さんで日曜さんでもよく送ってくれますよねい サザあの、いくいくつはい。えー、太田さん、マちゃんを見ないくせに、キョンキョンファンだとほざいている、阪神ファン。こういうまず阪神ファンってなんて、最後がわかるないキョンキョンファンはだって別にほら、昔からだからさ。うん。しょうがないです、そのね。昔からだからじゃなくて。あ、じゃあ今はファンじゃないってこといやいや、ファンだけど、別にさ。 しょうがないじゃんそれは、そりゃ。ジェジェジェなんで <laughs> それもうるさかったなぁ、さもう明け方。ジェジェジェずーっと、ジェジェジェ,ジェずーっと、今だとホリケンと、加藤も絡んで、ジェ <laughs> ジェジェのやつね。ここしばらく何人もの人から、面白いから見てと、あるドラマを進められ、見るようになり、今では、毎日の楽しみとなっています。かっこ 進めてくれた一人は、キング原田さんです。原田スティックキングですかね。うん、えー、キング。<何>人の、<laughs> 人のメールのつながり。<laughs> 何だっちだいう。えー、友達なのかなこのラとキングは。まあまあ、その辺は繋がったりしてるかもしれないけど。桜と一郎ってくらいだから。うん、サクラと一郎ってくらいじゃないですけどね。<laughs> そのドラマ、もうお分かりですよね。 まあそれマちゃんでしょ流れは。そうです。大人気ドラマ。うん。マちゃんですうん。ところで最近仕事関係で知り合った主婦の A さんは、マちゃんの舞台の岩手県久喜、久慈市。久慈市のご出身。うん。ああ。あそか、いいとこですよ。知らない仕事さいや、甘ちゃん、あ、マちゃんドラマを見てね。いいとこですよ。マがいるんですからね。なんつったって。いや、まあそうでしょうね。マちゃんっていうぐらいからね。 すご,すごい、すごい。ええー、く市のご出身とのことで、うん、しかもドラマのオープニングでは、彼女がよく遊んだという友達の家が映ってえる、ー、そんな興奮するだろうね。それだけに、うん、なおさらアマチャンへの思いは強く、うん、熱く語りに語られました。うん、ところで、今年の流行語大賞ノミネート間違いなしの、ジェジェジェ、うん、ですが、うんうん、噂によると、 実際、ほとんど方言としても使われていないそうで、その真意を A さんに聞いてみました。すると、意表をつく答えに、わあ、びっくり。彼女の実家あたりでは、ジャジャジャとは言わないものの、じゃじゃじゃというらしい。じゃじゃじゃこれ私も聞いたことあります。しかも、ドラマのテンポよりも、期間中のごとくスピーディーに、じゃじゃじゃとのこと。 どうせドラマはデフォルメ。お前好きなんじゃねえのかもしくは嘘っぱちだろうとは思っていました。何なんだよ、それジェジェジェではなくて、ジャジャジャ意外な事実に、わあびっくりでした。ねえ、なんかでもそれは聞きますよね。だまあああいうのって本当にあの、あのね、一部地域でジェジェジェだって言ってて、でもそれ昔で、今はあんまりもう、 うけどら、そういう、ね、れ方言でね、うん、だからうちの両親もさ、両方とも福岡県なんだけど、うん、福岡県の中でももう本当にちょっと違うだけで、うん、それこそ山一つ越えるぐらいの感覚で、うん、やっぱ方言がもう違うんだよね。うん やっぱ話す細かくいくとね大まかにはまあ似たって感じそういうことジェジェとジャジャジャぐらいのことはもう往々にしてありますねうちの方はパパパーでしたからねパパパーびっくりしてねえだろ全然びっくりしてないのサンファーレじゃねえかそんなの何回当たってるんだろそれ田中さん大好きネーム田中クソ お前ね <laughs> 病院に行けよお前はじめまして太田さんねねちゃんちーちゃんに「誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ」とブチギレるもふと我に返り必死で謝りながらカーペットにガ謝する <laughs> <さ>おもらしおじさん <laughs> こんばんはカーペットに感謝ってもうおかしいから <laughs> じゃねえ顔のカーペット顔のカーペットってなんだよ、ね、初投稿の田中クソと申します <laughs> 私のびっくり体験です、うん、電気工事の仕事をしている夏私、うん、夏になるとエアコン工事が多くなり、うん、他人が住む家に上がることも多くなりますとある日エアコンが壊れたので新品に交換とのことで、うん、年寄りの摂取と 接種っていうのがあって。はい。あの、いわゆるその、まあ、宿主ですね。え打ち合わせを綿密に行いいざ仕事開始。その家は田舎の古い木造の築50年くらいの家で、中は暗く、少々薄気味悪いお宅でした。そして恐る恐る階段を上がり、エアコン交換の部屋の塔を開けた瞬間。うあわ、びっくり田中さん。 なんだと思いえいや難しい猫が16匹ぐらいいた <laughs> 違いますえっと上からたくあんかタクアンとかがいっぱいぶら下がってるなんかも干してあるみたいなええあわ分かったあの理科室にあるあの人形よくあるね <laughs> 内臓とかのあれが置いてある違う違う、うん、えー、なんか超冷たい、うん、空気が、うん く空気が。冷、冷蔵庫の中みたいな、そこだけ、なぜか。違うエアコン効いてんじゃねえか。効 <laughs> <laughs> きすぎじゃん。効きすぎじゃろ、お前。っていう。えっと、えっと、七尾のポスターがいっぱいある。<laughs> 等身大の七尾がいっぱいいる。えー、わかんねえよ。クワガタがいた。えー、ストーブがついて、こたつも。熱いだろ、お前。 えっと、壁が全部ピンク色。ああ<ー>。違う。なんと、うん、若い男女が、J-POP 垂れ流しの中、うん、男女の営み中だった嘘。嘘 <laughs> 嘘嘘ええー、そんなことあるバッコンバッコン。しっかり目に焼きついたその様子。男は女の陰部を、手でしっかりと。 え、てか、そんなじっと見たんだ。一瞬だろ、普通。すぐに、投資目、下におり、接種に。うん、だ、誰か、あの、お、お孫さんがいらっしゃいますかいらっしゃいますか、うん、と、冷静に話すと、ああ、孫がいいけど、気にしねえでやってくれて。<laughs> と、さらに、冷静に返されます。た<ー>どうしようか迷っていると、 目も合わせず、そそくさと出ていく若い男女。その時の少女の頬をあからめた顔を見た時、うん,うん。初々しさと切なさで、うん、所長を迎えた少女を、彷彿とさせました。何言ってんだよ。ちなみに、ブスでした。絵文字がね、ニコニコっていう。いーすげー頬も赤い。 セシはこの後に及んで、ようぐ、うちに遊びに行くんだけど、すぐ帰っちまうからな、<laughs> と、知らないふりをしていました。<laughs> いやー、青春っていいな。はあ どこでもセックスをしてしまう田中さん。そんなわけねえだろ。<laughs> <laughs> いつ見られてるからわからないので気をつけてください、ね。いや、ほんとすごいね。まあ見られるのがお好きでしたら話は別ですか。なんなんだね。ね <laughs> なんだ。これびっくりすんだろうね。うへぇー。おならではで、ね。なんかね、ほんとだね。暑い中ね。そうだよ、だってそうだよ。<ー>すげえ暑いんだろう、だって家具。汗だくですよ。そうだよね。うん 若さですから。